Google タグ、CMD、プッシュ、ファンクション、Google タグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。アーセナルのスイス代表 MF グラニト・ジャカ、ローマへの移籍が決定に近づいていると見れている。AC、ミラーなど、複数メディアが伝えた。今シーズンのアーセナルはダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、現在28歳、ジャカは2016年に、ボルシア・メンヒエングラ、バッハ、ボルシア・メンヒエングラートバッハから、アーセナルへ移籍して5、間プレー。昨季は一旦キャプテンに就任しな、らも、サポーターと衝突し、キャプテンを剥奪、れて一時は、退団が、濃厚視される状況とな、その後は、ミケル・アルテタ監督からの信頼、得て、再びチームの主力となり、2020-21 シーズンも、高、戦45試合に出場。キーラン・ティアニーの負傷、穴を埋めて、左サイドバックを務めることも、だ。だが、夏の移籍市場では、チームの刷新に、桁放出候補の一人であるとも見込まれてる。来季からジョゼ・モーリーニョ監督のリツ・ル・ローマへの移籍に近づきつつあると報じれており、移籍金は2000万ポンド、約30億9000万円前後が、込まれている。レアル・マドリードからのレ・タルが終了するダニ・セバージョスの対談、どもあり、アーセナルは、中盤の補強が必要と、る。ウルバーハンプトンのポルトガル代表 MF、ベン・ネベスをターゲットに定めている、見られ、今週中にオファーを出す見通しであ、とも報じられている。両。